神が揃っているぞ。日向坂さん、あ、今日日向坂さんの握手だった。そうなんだね。そっか、前髪が揃っておる。ブローしたからかな。わからん。ブローしたからかな。今日はリップも塗ってない。やーつ。ミクの服はユニードナウの服だよ。今日も可愛くないです。まあでも配信で見せられる顔にはなってますね、はい、見せられる顔ではあるのでやってしまった。ここがボケ目が11日のリセットだって明後日おめでとうです。おめでとうございます。と可愛くないですよ。今日は前髪をブロー、お風呂上がりのドライヤーで前髪をちょっとブローしたからちょっと前髪がまだ大丈夫なだけですね。うん。215回目初リセット楽しみにありがとう。頑張っていきたいと思います。リセット頑張ります。できる限り頑張ります。倒れない程度に。だるまとかカエルありがとうございます。前髪が薄い。同伴つけたからかはず。でもリセットは倍率高いからね。こうなわけだ。リセット倍率高いからしゃあない。たくさんの人気メンバーが出てるので。そう、こんばんは。元気？普通です。いつも通り普通です。お手紙って予習してくる。なんて偉いのだ。偉すぎる。ありがとう。じゃあ私も予習ミスしないように頑張ります。おばめの写真はずいぶん前のチーム K の9月3日くらいに撮ったやつですね。チーム K リセット公演デビューの時にさせていただきました。させていただきデビューの時に撮った写真。そう、 AKB ショーさんに初めて出演させていただいた時に撮ったやつ。そう、毒蜘蛛を撮った披露したんですけど、AKB ショーで。今は亡き AKB ショーさんで毒蜘蛛を披露させて。もうすぐ食の時期だといい。
9月3日誕生そうなの9月3日た確か9月3日だった気がする。9月3日の時に私はデビューしましたね。リセット入らせてもらえない全力でなんだそうなの、もう本当神様みたいな考え方だねそれは。そう48ショーの時に撮ったやつだよ。そうまなみさんのそう生誕祭でした。本当にその生誕祭に紛れてしまって申し訳ないって思ったんですけど、はい、まなみさんのファンの人はみんな優しくて温かく迎えてくださったので良い初日を迎えられたとは思いますね。本当にそう本当に申し訳なくて、そうだいたい劇場公演って初日の人とかを多く映す傾向があるんですけど、オンデマとか初日のメンバーとか生誕祭とかのメンバーですけど、その時に生誕祭と私の初日がちょっと運悪く重なってしまって本当に申し訳映さない、本当にまなみさん一筋で映してほしかったんですけど、そう多分オンデマさんが多分気を使って気を使ってくださって私のこともちょっと映してくれたんですけど、それ申し訳ないと思いつつも初日を頑張っておりました。今日元気に、いつも元気ですけど、いつも元気じゃないけど別に元気じゃない日はないですよ、別に普通ですよ、普通です、別に何もないしいいことも悪いことも別になかったし普通でしたね最近は。風はねちょっとねなおちょっとまだちょっと鼻をあれです、体調は全然いいんですけど喉とかがまだあんまりって感じ。自己紹介の時、本当にチーム K の時は、チーム今もですけど、リセット公演の時は本当に誰も私のこと知らないだろうなと思いながら、誰も私のことをほとんどの人は私のこと知らない前提で私は出てるから、その劇場流行ってるんだ、あらら、それは残念、それは残念。知らないファンの人、知らないファンほとんど知らないかとも前提で出てます。知らないだからまあ全然その分気楽にできるんですけど、うん、その分気楽にやってます。ヨダちゃん似てないよ似てないね、本当にノーメイクでそんなことを言ってくださるなんて本当にね優しい方なんだなと思いますけど、全然似てないです。同じ性別と人間っていうことだけが同じですね、それ以外全然違います。リセットです。ありがとうございます。ありがとう。性別と人間っていうところだけが同じですね。うん、11日リセット当たった。え、そう。この前も入ってたのだった。すごいじゃん。めっちゃ運がいい、おめでとうございます。
おめでとう。本田望結さんはもう昔から言われてることです。すっぴんは可愛くないです、ほんとに。マイクちゃん大丈夫な、あなたたちが心配するようなことではありません。次のパジャドラ投げ、全然投げてください。19日肌が消え、それなんかそう唯一の私の自慢です。まあ上には上がいますけど、唯一の自慢、すごい言わメンバーにも言われるのでありがとうって感じ。うちは作るの楽しい。あ、うちは振るのか。ありがとう。ぜひ振っていただいて。いつもね、まあそんな、そう、そう。電話してくる。いってら。あ、そう、まだ声が。風邪なんですけど、まあ、いつかは治りますね、いつかは。前髪もね、最近メイクさんに切ってもらって、ちょっと前髪の感じが変わったから、それもあるかもしれないですね。ちょっとタコを10個ありがとうございます。15はわからない。わからない、これなしか信じられない。世界が狭いですね。ご家族も信じてあげてください。ちょっとわかるかな、巻いた時にちょっとがっつりもうグインって巻くの嫌いなんですけど、ちょっとふわって巻いた時に前髪が斜めになるようにちょっとオーダーしたんですけど、こうやってちょっとこうやってまっすぐだとあんま分かんないんですけど、まあちょっとわかるか、こうやってピッて巻いた時に、ふわっと巻いた時に斜めちょっと本当にちょっとだけ斜めになるくらいにしてもらった。そう、15日はそうだね、ソロなんて私はもう土壌でも埋まらんわ。昨日はマジのノーメイクじゃなくて、昨日はリップを塗ってたよ。そう、話が前ね、それはどう思う今の感じ。まあ研究生はそう、髪に関しては察してくださいませ。もちょっとね、ポニーテール痛いんだけどね、頭皮痛いなが頑張ってるのでね。そう。ユーディさんの誕生日、ああ、じゃあ入るかもね。うん、ガチのノーメイクじゃない時はリッパー塗ってるし、リッパー塗ってるんですけど、リップだけ塗ってるけど、マジのノーメイクはリップも何も塗ってない、もう素ね。髪型変えたい、いやー、まあ変えたいと思うのは、思う時は奇跡が間に合わない時だけですかね、今は。髪の毛髪の毛を普段入ったのは5時間くらい前ですね。
っきりしちゃう。そんなことはないんだよ。初のリセット公演だって11かな。嬉しす、そんな嬉しすぎてなんて本当可愛いね。本当11日当たるこっちっても3人くらいか3人くらいか。ありがとう、ぜひ待ってます。髪色、いや今のところ黒でいいかな。黒でいいけど染めるとしたらピンクブラウン系の色にしたいけど、まだ染めないかな。染めないというか、まあ、一応これかな。これ染めるつもりはないですね、昇格しても。似てるね。一応ちょっとそうね、低くしたよ、うん、あの思いっきり低くしてくださいって言うとちょっとあれなので、私の普通の壁紙は普通いつものポニーテールの高さって前から見えるか見えないかくらいのポニーテールの、そう見えないか見えないかくらいの高さなんですけど、それもメイクさんも知ってくださってるから高さとかも毎回言わないんですけど、でもリセットの時だけ低くしてくださいって言ってるから、多分なんでって思われてるけど、ちゃんと帽子をかぶるので帽子をかぶるので低くしてくださいって言ってる、ちゃんとじゃないとわがままって思われちゃうからね。モデルイメージしたから巻き髪とか。最近ちょっとまこチャンネルを見まして、あの小島まこさんの YouTube チャンネルなんですけどを見てるんですけど、私もちょっとまこさんの髪型の巻き方すごい知りたくて、あのぜひ気になった方はまこチャンネルを見てほしいなと思うんですけど、そのまこさんの髪のやつめっちゃ今最近実践してる家で。ピンクラバン、コミさんとリカ姫さん、それより私はちょっともうちょっとブラウンが、コミさんとリカさんはちょっとピンクが強い、ピンクブラウンのピンクが強め系なんですけど、私はブラウンよりのピンクがいい。染めるとしたらね、染めるとしたら染めないけど、私金髪似合わないですね。私は真子チャンネルを見てひたすら可愛いなって思って、本当腕ちゃんとご飯食べてるよ。腕細い、それは分かった。なんか特にダイエットはしてないので、私はそうダイエットっていうダイエットはしてないからちょっと心配になることあるんですけど、細いって言われたら安心安心安心。iPhone7 からしかなかった。ああじゃあ私はあるかな。ノーメイクでもか、まあ、前髪が整ってるからね。カラコンはしたいけどまだできない、まだできないですね。昇格 しないとカラコンはちょっとできないので、うん、昇格しないとカラコンはできません。残念。原式ダイエット頑張る。この前電話したんですけど、電話というかグループ電話、ドラさんのグループ電話の時に、そうした時に
最終的にクマと私とセナタンが残ったんですけど、その時にそうちょっと電話してて、私がやってる時にやってる腹筋をクマにその時電話で教えて、毎日やってねっていうことを教えた。ネイルもしちゃダメですよ。ね、研究生ネイルも禁止です。ダイエットがダメなの？ダイエットが映らないの？あらら、このルームは本当に何も打てないですね。何もかもが非表示になっちゃう。褒めてあげた。棒読みでね。100回腹筋やったよ。すごいでしょう。すごいすごい。すごいすごいくらいのですよ。毎日腹筋したら2キロです。あ、おめでとう。2キロ痩せたのすごいじゃん。2キロって相当進歩したよ。それは200回腹筋、同じことじゃないけど、同じものを200回じゃなくて、いろんな3種類4種類くらいの腹筋を合計合わせて2回だから、そんな多くはないですね。だから一つの種類じゃなくて3種類のもの、だからそんな多くはない。すごいって思う人は、多いって思う人いるかもしれないけど、金、いや、私は特に取り柄も何もないので、ちょっと確かに最初は続けられない時あったけど、結構三日坊主とか出した時もあるけど、ちょっと考えた時に取り柄なんもないのに、こうやって一個のことを腹筋とか頑張らなくてどうすんだって思って、そう、あんまり腹筋とか割れてる子ってあんまグループにいないので、そう、まあ、ゴリゴリのシックスパックとかに割りたいわけじゃないけど、そう、綺麗なモデルさん、ファッションモデルさんくらいの、ファッションモデルさんとかって結構いい感じに割れてる人から、か、綺麗に、ゴリゴリじゃなくて綺麗なお腹とかされてる方とか結構いるので、皆さん鍛えてるから、やっぱプロのモデルさんとか、だから、いや別にイケビディスってるわけじゃないけど、そういうきちっとしたお腹の方はあんまりいないかなって思ったので、そういうことを続けないとね、取り柄が本当になくなっちゃうよっていうことを言い聞かせて頑張っております。はい。レジスタンスはダンスが下手なので、あれはダンスが上手い人しかちょっとかっこよくないので、制服レジスタンスはダンスが下手なのでできません。レジスタン、いや無理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 、チョコジャンボもなかったジャイアントコーン、どっちも食べたらいいんじゃないですか。うん、
セット入れてもらわなきゃ、いや結構11日入当たったよっていう、うん11日当たったよっていう方結構ちらほらいるから、いつか当たると思いますよ。そう、マントコインセットのやつ、そう、奇跡は間に合わないとソファーなんですけど、ゲビーで好きなシングル、一番はほとんど全部好きですね。まああえてあげるなら、私の、まあ、リカさんが初選抜の AKB 初選抜のハイテンションと、ハイテンションですね、ハイテンションは私の大好きね、島崎遥さんのセンターだし、リカさんが初選抜っていうおめでたい曲なので、ありがね、いいよあれは。君の曲全部、さすがにちょっと全部は知らないと思う。ゲビオタクでした。ハイテンションですね、ハパールさん本当に本当に好きなんですよね。チャンスのチンパンと少女、歌詞、神だよ、神曲だよ、神曲、うん、私パルルさんとはまだお会いしたことないんですよ、うん、パルルさんのフォトブックも持ってます。私服とかのフォトブックとかも持ってるし、うん、持ってますね。なんかそう、わざわざ帰りました。わざわざって言ったらちょっと言い方がちょっとあれね普通に楽しみにして買いました。加入前もちょっと会ってないんですよね。握手会券はあったんですけど、ちょっと干しちゃって、テスト前で干しちゃったので会ってはいないんですよね。かわいいですエイエンペーシャーはもう神曲です。僕たちは戦わないのね、すごかったあれね、ダンス難しそうでしたね、踊ったことないけどすごいね、すごかった。アディスコークに満ちたよ。全部、全種類、全シーズン、全シーズン見てた。どんな中学生でしたか？普通です。
僕たちは戦わない緊急性コンサートでやったわ、うん、でもオリジナルのダンスじゃないので、うん、オリジナルのダオリジナル、ああオリジナルか、元々のダンスじゃなくて緊急性コンサートのために作られたダンス振りで僕たちは戦わない踊ったので、本家の振りで僕たちは戦わない踊ったことはないですね。やったわ、うん、曲自体はやったね、うん、でも振りが違うよね。セナタとかも一緒にやって、まゆさん、まゆさんのネズミはみんな好きだ、本当。なんでかよさ、わかんない、それちょっとわかんない、それはちょっと私にもわかんないんですけど、まあ別によかっていいんじゃないですかね。友達にしたいメンバーな、まあそう、まあアイドルらしくないからね私は。でも友達少なかった私にとってはその言葉はマジで神、本当気もかゆくない制服のパーカーも似合う、ありがとう、19歳頑張るよ、まだまだ頑張ります。制服まだパーカーがあって助かったよ、ゴリゴリの制服じゃないからね、ありがとう衣装さん。パーカーで私はまだあの衣装が着れます。本当に前髪がいい感じになりましたね、いい感じにシースルーになってくれる、ありがとうメイクさん。神さん、多分気のせい、多分気のせい、でもさな、それよかった、まだまだ若いって証拠だね。あ、そう、オイルね、名前は忘れたんですけど、まこチャンネルを見て、まこさん最新のまこちゃん、まこさんのまこチャンネルの動画でまこさんがオイルを紹介したんですけど、そのオイルが私の使ってるオイルと同じものだったので、
そう、私が使っている普段使っているオイルは、そう、まこさんの YouTube を見ればわかります。名前はちょっと本当にわかんないんですけど、そう、まこさんと同じものを使ってたのでわかりますので、ぜひまこさんの YouTube をご覧になれば、そう、私もそれ使ってたので結構あれメンバー使ってますね、うん、あのオイルはメイクさんのところにも置いてあるからね、ドンって劇場にも置いてある。